今日も一日お疲れ様。お昼ご飯ちゃんと食べれた？水分は足りてる？何事も食事から。体が資本だからね。まだ食べてなかったら、食欲なくてもせめてお水は飲んでから休んでね。今日のお話はスズメについて。スズメは日本のどこにでもいる野鳥で、日本には2種類のスズメがいるよ。春から夏にかけて繁殖し、およそ3羽ほどのヒナを育てるの。穀物、イモムシなどを食べますが、繁殖期には昆虫を食べることが多いと言われているよ。冬の寒い時期には群れになって体を寄せ合って何とか生きているよ。普段は可愛らしい小鳥ですが、冬には生き残りをかけて群れで行動し、体を温め合いながら生きているんだよ。見た目によらず、かなりの大食いで、冬場でもたくさんの食べ物を必要とするそうだよ。スズメは、後の暮らしから出るちょっとした残飯でも、命の糧にして生きているんだよ。今日の寝る前のお話はおしまい。ゆっくり休んでね。おやすみなさい。